はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。対抗立志伝 5DX 始めていきましょう。今回も、木下藤吉郎ルートでやっていきたいと思います。5回目ですね。ということで、前回、仕えている信長が斎藤家を滅ぼして稲葉山城へ入って、その稲葉山城を岐阜城と改名したところまでを、行いました。今回どうなるんでしょうね。そろそろ上洛でも待ってんのかな。やることってないよな。上洛があるのかな。どうするんだろう。まあ、好きに生きるゲームですから、清者藤吉郎になって、評定まで、評定開催日って、これ、ないってこと？もしかして、あれ？動きがない。あ、押せないんだ。あ、評定始まっちゃうんだ。はい。ということで、表情やる前に、この配信、ツイッチで行ってます。ぜひ、ツイッチのアカウントフォローお願いいたします。プリーズ、マイツイッチアカウントフォロー、プリーズ。アンド、チャットコメント、プリーズ。アーカイブは2日後、20日ですね、21時頃に YouTube にアップロードいたします。ぜひ、見てください。YouTube チャンネル登録、高評価をお願いいたします。This Live Archive, My YouTube Channel Up, Two Days After, My YouTube Channel Subscribed and Good Button, Please. 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウント、訪問、フォローをお願いいたします。Please my Twitter X アカウントフォロー Please。そしてアカウントツイッター X のツイートのリポストおよびいいねお願いいたします。 MyX ポストリポスト&グッドボタンプリーズ。では表情やっていきましょう。表情の時間です。信長がいますね。お、やっぱり上洛ですね。ってことはもうタイトル欄に合戦やるんだ。伊勢志摩って言った六角だっけ、六角かな、北畑か。ああ、なるほどね。あの津城、この津城って亀山と津の間かな。もちろん意見認められません。バトルです。清者藤吉は2500か。柴田庭に比べたら落ちるな。まあ、柴田庭は過労ですけど、侍大将でしかないですからね。いいえ。お、岡崎城ってことは家康か。即バトルです。まあ、ここをやれば伊賀の里とかもありますからね。強者東京は4番揃えとなります。12種ってなんだ？
悪くないけどな。水分は別として弓術とかも欲しいよな。すごいな竹中半兵衛。さあどこから援軍呼ぶかな。浅井家お前来い、同盟結んだんだから。え、このお金ってどっから出るんだ。この急戦艦ってどっから出るんだろう。うちのお金から出んの。やったら嫌だな。でも普通にやらなくても勝てると思うんだけどな。相手の戦力削れるっていうメリットはあるからな。あ、浅井の戦力を削れるっていうメリットはあるからな。税金ってどうなんだろう。まあ3000巻ぐらいちょっと用意しとこう。おお来た。まあ倍あるから勝てるとは思うんだよね。じゃあ戻りましょう。軍議終了。戦闘続行。なんだここ。これって浅井の援軍かな。いやまだ来ないでしょすぐには。だって結構距離あるから。柴田勝家だ。あ、まあこれのやっぱりバトルのポイントは今どのぐらい持ってるんだっけ。カード4つか。まあ普通に奮闘努力あ、そうだそうだ。最初からもう家康が味方つけてんだ。松平元康が。あっと、モチベーションが一気、相手のモチベーションが下がった。あ、酒井忠次だ。ギュイーン。織田徳川連合軍になってますね。これ。
兵糧ってなんだ。いや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 、さすがにいない。小池が要求項目、鉄砲を譲れ。あ、神戸市ですね。神戸市とぶつかるんだ。武士権？ほら、金よこせ、3000よこせ。まあ、金はよこしてくれないですよね。あんまりやられてない。何やってんだ、前に出たやつ。さすがやな、えぐいな勝家。敵回すと恐ろしい。うん、オッケー。5つになってる。これで縄文爆破したろ。うん、いいですね、守備型ね。あ、結構強い。まあ、強襲でいいでしょ。とにかく門のあれをどんどん削っていきます。細かいことはよくわからないんで、まあ門のあれを削っていけばいいと思う。耐久力を、ヒヤえぐいですね。石川一正、やっぱり有能だったんだよな。あ、浅井早っ、もう来たのか。これって入るんかな。浅井も味方につけました。燃えます。これ、あ、お手も陥落させられた。今織田家が滅亡しましたって書いてるけど、あの日立の織田家、土浦の。さあ、今3つ持ってるんだな。力攻め行きましょう。二の丸を結構削れた。三河武者欲しいな。モチベが上がります。相手をモチベが下がります。でしょう。さすがに力が違いすぎると思う。
や結構援軍も徳川より浅井の方が上だよな、数的、単純な数で言うと。おっと、あ、そうなんだ。こういう風にして武の龍造寺家って九州にある家ですけど、武の滅亡とかも教えてくれるんだ、バトルの時も。それ戦い終わった後でいいと思うんだけどな。あ、そう、モチベーションが、モチベーション削る方向で行った方がいいのかな。奮闘努力、まあ強襲で、あ、まあ、射撃行くか。いいですね。持ち目ゼロになったら撤退しちゃいますからね、相手は。豪華ですね。お、和議の使者到着。まあそりゃそうだ。うん、妥当です。まあちょっと力差がありすぎましたね。さらに浅井も味方につけたし、お、あー、二番槍か、丹波が長秀か。頑張ったんだけどな。案外柴田の矢で攻撃してるけど、多分あの縄文ぶち破ったんがあの庭だからなんだろうな。やっぱり縄文ぶち破る方がポイント高いな、これ。あの敵を倒すよりは。作詞、そうだ、あの今岐阜城なんだ。じゃあ休みましょう。誰だ、行商人だ。あ、押し売りだ。何やってんだよ。あれ、これって、あ、うん、近づいた。やってみよう。避けた。あ、違うわ。あんまり動けない。動けない。切られたか、ダメージはそんなにないな。
か？オッケー、半分削れた。オッケー、とどめ刺しました。思い知ったか。1万4000もあるよな。いや、はい、嬉しいな。1回しか通用しないけどな、月に。で、ちゃんと茶会も行きます。ね、じゃあ出ていきましょう。どうしよう、何を鍛えるかだよな。鉄砲な。まあここに行ってもしゃあないんで、ちょっと気になるのが、こいつ行ってみるか。こいつだったっけ、北条氏則。北条氏則、なんかいい武器持ってるやつがいるんだよな。北条氏則だっけ。いや、北条四兄弟の一人だから、これがあの武器持ってるやつじゃ多分ないと思うんだけどな。はいはい、韮山城にこもった人か。韮山城はあの静岡の、修善寺とか三島のあたりですね。あ、彼も今川に、家康と同様に今川に人質に出されたのか。まあ喧嘩はしたくないよな。津田は、まあまあまあ、いろいろ持ってるな、美味しいな。人ったらしだからな。いや、こいつじゃなかった。北条打ちてる。兄とともに自ら差し出したんだ。
いつどこにいるんだ、あの刀持ってるやつ。了承人。こいつなんだ？あ、行商人か。山上道久。山の内上杉家臣。最終的には、会津上杉家に続いてるんだよな。長尾か。まあ、あげましょう。どっちがいいんだ。まあとりあえず、まあ稼ぐってことを考える。キートだよな、あそこのどこだっけ、世界遺産に指定された場所、うん、あー、ダメだ。落ち着け。オッケー。承諾。さくらへ行く。七尾城の情報を教えてくれる。え、牙ってどのぐらい持ってたっけ、この牙の能力は今2か。まあやってる場合じゃないよな。お酒飲もう普通に。村上義弘だ。じゃあ出ましょう。で、さくらへ向かう。城じゃなくて町だ。あれ誰だ、あのでかいやつ。今度は誰、羽賀氏継。北条家がほんと多いよなこの辺。悪くないよな、能力も。まあなかなかすごい人だ。で、売却。キート。全部。ルーレット。あーと、わずかに。
ああ、まあしゃあないか。まあ1000以上得はしてるからな。もう全部売ります。でも売っちゃいます。さあ、さくらは愛を買いますね。もちろん全部。あ、そうか。あー惜しい。寺あ、余計入った。強いね。何これ。うわ、当たっ、なんだよこのビーム。でした。江戸へ行きましょう。もちろん売却。1766までになったお金はで、代わりに銅を獲得必要があるよね。もちろん全部、もちろん交渉。あー惜しい。残念。25日も？14日しかない気がつけば。さくら行って愛売るぐらいしかできんな。誰だろう。へえ、そうなんだ。じゃあ仲良くしといて。た方がいいよな。次なんか論外やな。貿易売却、銅を売る、全部売る。
1万近くになった。結構稼げたよな。で最後愛買って足利か。足利まで行かないといけないな、ちょっとな。足利遠いもんな、やめとこう。出ましょう。いや、はい、吉田郡山城ってどこだ。あ、秋か。今でいう広島県。馬の技術ってどうなんだろう。上げた方がいいのかな。陛下の馬って駅は直接交易力は高いんだよな。近接交易。能力の騎馬は学んだ方が良さそうな気はするよな。周辺確認しましょう。周辺確認絶対した方がいいよな。ない、あ、成田じゃないの。いや、こいつは誰だ。あ、こいつだ。北条家の傀儡であり、武力も権力を持たなかった。今からあのこいつを辻斬りします。2対1だが、まあまあ削れたけど、あ、避けられた。相手の攻撃、まあまあ削られたな。向こうの方は削られたか。あ、ちょっと削られちゃった。避けた。削った方をやろう。あー、くそ、やれなかった。避けた。撃たれた。遠すぎるな。
ッケー、残り1体近づくかな。切られたが、もうやっちゃおう。悪くはないが、ちょっと削られた、削られた。後ろに回り込んで、なんで撃てないんだ。ん？行動でなんか秘技でも使えるんじゃないの？あ、まあ防御しか使えないのか。あ、避け合いた。届かない。もうちょっと。結構やられたけど、もうちょっとだ。避けられた。強いな、意外と強い。何やってんだろう。もう直接もう撃つ。厳しい。嘘でしょ。簡単にやられてしまった。こっから？お、武士高校が上がった。術兵率が上がる。訓練は武器系技能が上がる。徴兵は軍学兵術が上がる。こんなん普通にお金払えばいけんじゃないの？やっぱりお金減るんだ、あの援軍呼ぶと。あ、よかったよかった。
OK です。おー早い。ナイスです。これでもうあの表情まで40日残った状態で、終わらせることができました。自宅へ一旦戻りましょう。そうね、セーブ。妻と話す。お金は減ったなぁ。まあでもお金減ったけど、まだあの1万4000あるから、貯金が全然大丈夫だけどな。鉄砲を鍛えられるとこってどこだっけ。鉄砲の血を鍛えたい。鉄砲鍛冶屋か。例えばあの今浜っていうとこに行けばよかったりする。ん？なんか誰かいるぞ。誰だお前。それだけか。とりあえず贈り物をしましょう。結構高いものを要求してんな。鍛冶屋だ。そうだ。鉄砲指示。もちろん。承知。あと18日か。これで鉄砲はまあ2のままか。武力は10上がったな。でも魅力はもう満パンだ。まあ武力上げていくのがいいんじゃないかな。あとやっぱり武器欲しいよな。なんかないかな。
交易ルート181しかないからな。陶磁器を買っとこう。だいぶ安くはなったけどな。181。待ってよ、目方での陶磁器。今日に行ってもいいんだ。今日で行ってもいいんだ。ん？こっちの方がいいのか。覚えたけど。亀太郎？聞いてみよう。わからん。で、どこがいいんだろう。小気象ややだ。ブーグ。ひだわ中。えぐいな。まあ、買っとこう。そろばん。あ、惜しい。ね。はい。で、具足があるんだけど、まあでも、槍とか弓はないんで、ここまでだな。茶器か。茶器も別にいらんしな。べっ甲細工。うん。まあ、このぐらいかな。あ、茶席なんかできるんだ。織田家が滅亡しました。満金丹買っとこう。三つぐらい、あ、でも、四つぐらい買っとけばいいと思う。そうだ、あそこで満金丹使えば良いんだ、あそこの戦うときに。いや、手合わせしない。そうじゃなくて、座に行って、あ、違う違う。これで交渉するんだ。OK です。で、京都で愛を買うんか。愛を買って、
あ、龍造寺家滅亡して石山に行くと。で石山で、紙を買って堺で硫黄を売ってか。です。かなり儲かりましたね。今石山の町だよな。大根も悪くないんだよな、実は選択肢として。でもやっぱり紙を買います。儲かりたいからな。で堺へ、堺の町へ行く。津田宗久だ。宗久っていうんだ。それはまあいいものを手にあげないとな。札はまあ宴会系だよな、やっぱり。いいな、一個買っとこう。OK です。大当たりです。はい。へえ、何がいいんだろう。バンサバオでおなじみの聖書。OK です。これも大当たり。だんだん慣れてきましたね。酒もあるんだ。まあいろいろ売れるんだ。あ、いいや。ラファエル、ちょっと怖いな目が。宝石も購入できるんだ。ああ、
しいねもん。いけんの？あ、いけない。紙を売る？ん？紙はどこで買ったっけ？紙はそうだよな、石山で買ったからここで硫黄を買うんだ。大当たりです。で、今硫黄を買ったんで、硫黄はどこで売るかですね。京都で売ってもいいし、目方っていうとこで売ってもいい。まあ、帰りの途中っていうことで目方で売って帰りましょうか。1でいいのか。じゃあプラス1で。喜んでもらえなくてね。0.5 は喜んでもらえるから、陶磁器を売って今日で売るのが良い。道の移動の方が楽だな。安田さん、嬉しいな。結構ラブラブじゃん関係が。もう3じゃん関係が。これが最後かな。陶磁器を売って終わりにしよう。あ、惜しい。金丹いくつ買ってもいいんじゃないの、これ10個ぐらいは買おう。
あ、ちなみに満金ターン使ってみるか。貴重品だっけ。19個も持ってんだよな。なんかすごい嫌な音が聞こえてきた。1個使うだけで1個しか使わない30ってめちゃくちゃ安くない？コスパ抜群だよなこれ。ということで、岐阜城に戻りましょう。戻ってきました。あ、8スカじゃねえか。辻斬り、嘘。なんで、なになに、スケムネ？スケムネって何？まあ自宅へ戻りましょう。でも満金丹で体力稼ぐのが、回復させるのがいいみたいだよな。金庫へ、入金5000ぐらいあれば十分でしょう。なんかあれみたいだな、ドラクエの社会。配下は4人。おお、みんなラブラブだな。味方って増やせないのかな。まあこの4人が限度なのかな。おだっ、あ、トップじゃないか。忍術とか上げた方がいいのかな。具足7ってすごいな。あれ？装備してなかったっけ？鉄砲、火縄銃を装備できんじゃないの？多分装備悪いと思うんで。あれでもさ、火縄銃って持ってるだけじゃダメなんじゃなかったっけ。ラージュって小石がいるんじゃなかったっけ。そろそろ用心も雇ってもいいような気もするよな。あ、撃つと硬直しちゃうんだ。
あんまりひな味美味しくない。区内がなんか慣れるユーティリティではすごいいいらしいよな。鎖釜とかでもやっぱり槍とかの方がいいのかな。まあ、あと6日か。どうするかな。結構やっぱり関係性も良くなってるし、こんなに嫌がられるんだ。どうせ多分勘弁攻めやらないとダメだろうからな。うん、そうだ、伏見の町でも岐阜の町でも行ってみるか。あんまり強くないな、加藤光康。こちらだ。もう4日だからな。はい、馬の力ってどんだけあるん、いいんだろうな。わからんな。お酒場行ってみよう。いや、用心棒初めて休み。え、たったお5巻じゃん。こんなの全然安い。前田利家がいる。あ、用心棒別に雇っても構わなかったんだろうな。お、村井さんだ。もちろん応じます。朝鮮唐津。
はい。飯が食いたい。ヘゴチン？備え対象。ん？これ関係値が悪くなった？食われ飯食わせてくれない。あれ1回だけだっけ。月に城行こう。どうなんだろう。悪くはないな。はい、別にいらんしな。あ、無理なんだこれ。なんだなんだ、殺されたんだヨシテルが。三好三人衆か。わ、27歳若すぎる。お、義明は助かったんだ。一応一旦、あ、なんか光、投射光、投下光が、投下光だっけ、入射光だっけ。やっぱりもらいましたね。明太。しかもちゃんとお金も、その後交易でお金も取り戻したしね。庭長秀トップは。どう、笹はちょっと不安ですね。まあもちろん意見するけど。まあね、来て断ってもらったらないと困る。勘弁に攻めるんだろう。うん、援軍は今回は4番どこ。援軍呼んだら貢献度は高いのかな。まあそれを見るために。
まあこのまま軍に終了、戦闘続行です。時間がかかるだけしっかり勝てるはず。あとモチベ下げた方がいいかもしれないよね。教習かな。おお、どうかつ一気に下がるんじゃないの。あ、そんなに下がらない。能力によるけどな、多分。どうかつあと一人でしか効かないんだっけ。今の何、多い。うわ、一気に削られた。やりたいな。特技船内病棟って何？特技は回復する。もう挑発だ。モチベを下げていく。あいつ誰？あの今短期でいるやつ。射撃。得意や回復するってすごいよな。あ、得意回復させよう。おお。
うわ、えぐい。あーっと、来た。今特技っていくつ持ってる？モチベが。まだだ。モチベが。効くな、やっぱり。これ破壊できんじゃないの、これを。あ、雨のために攻撃できませんだって。千成秒た。マリ増減いいな。でもあんまり効かへんのか。戦だ。あれ？立ち去った？動けない。どうなってんだ。連携してもしゃあないしな。あ、でも橋渡らなあかんから、そんなに秒たんで。なんか負けそう。水軍相手だとちょっと厳しいな。さらに攻撃を。なかなか強い。水軍が強いよな、やっぱり。
仙台病棟。やばいな。あ、終わったかな。鳥居撤退。何このビーム。苦しいな。お前邪魔。いけんじゃないのこれ、下手すりゃ。水軍ちょっと強すぎない？通常攻撃の方がいいかも。すごいな。やばいやばい、攻撃されてる。
か全然あの仲間なんてくれないし、今勝てるわけないやん。何この野生の弱さ。出るのかこれ本当に。足軽だからな、弓を覚えないと厳しいな。
あ、海になった。海力持ってんだ。でもこんなん攻めきれないだろう。あ、しかも兵が戻ってきた。いや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 、これさすがに援軍要請マジですか。勝てないだろうこれ。もちろんこれ強襲です。強襲かな。特技船内秒弾があって力攻め。あー、ダメだ、破れない。大手も破壊できないか。よしよし、ビーム。やばいな、水軍でめちゃくちゃやられてしまった。
っと待って。縄文爆破。全然減らない。やっぱり敵の味方の数のあれもあるのか。戦火あーもうダメだ。地面は上がるんだが、でも兵がな、援軍間に合うのか。体力ってあるけど、なんだろう。すごいな。
てるんかな。あー、まだ野戦かよ。食ってるわけないだろう。あ、とりあえず千なり秒単で待とう、た、木を。朝日空いてるし、公約失敗。あ、無理ですね。帰りましょう。対処法も。はい。で、マンキンタンでも一旦セーブして、え、ちなみに、ちょっと待って、金庫にはどのぐらい、1万8000、あ、失ってないんだ、ここは。
じゃあもう満金タンでも食おう。まダメだ、1個じゃダメなんだ満金タンは。よし、交易でも行くか。35日か。技能指示、あ、ダメか。でもせっかく用心棒がいるんだから、あいつ捕まえに行きたいな。またそう。みんなうまさか。安い道頓。ただの行商人か。でも行商人だといいものを買えるかもしれないよ。あ、なんかどんどん逃げていくや。逃げんな。京極さんだ。あんまり高くない評価が。評価。刀剣が1しかないんだよな。ん？でも算術、ちょっと待って、あと何日や？ 29 日か。これでいいはず。宴会、あ、宴会来た。宴会部長。時間がない。堺の町か。堺は硫黄が買えるんで硫黄を買っとこう。
用心棒結局6日しかないやん。ということで、目方へ向かって、トーチ切り方、井の口へ行くと、紙を入れんのか。でもまだ、出ましょう。で、井の口ってもう井の口も岐阜の町に変わっちゃってるんだ、名前が。ペイロードオーバーしてるか。やばい、やばい。何これ、混乱してる。よし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 。YouTube ナイス、避けた、着替えた。用心棒に助けてもらおう。やばいやばい、避けられた、避けられた。なんとか勝った。危なかった。
その陶磁器を売却。オーバーするとやっぱりダメなのか。マンキンタンもどんどん飲んでいこう。安いもんな、30だもんね。お、明智光秀だ。まあ年平上へ施し、鉄砲か。でもどうやって鉄砲って稼ぐんだ。これで用心棒が終わり。ちょっと待って、まあ、塩行くか。さて、国内統一、伊勢志摩。種名だ。また種名か。
兵糧か。今回は兵糧購入か。兵糧8000石購入すればよい。出よう。で、本拠一機関。これは長兵だ。あ、違うわ。間違えた。3位、脳裏内政系称号。池田恒興さん、で、ちょっと酒場だっけ、用心棒を雇いましょう。なんかまあ強いよな、なかなか。はい、
岡崎は綿花がいいらしい。どこだ？古田さん。永田特本。たくさん人が歩いてるな。あ、ダメだ。一回駿府の町に入って、商館へ行こう。草を鎖鎌が買える。鎖鎌もあるし、九代もあるね。買っとこう。あ、刀剣があるやん。刀剣買っとこう。あとは3つぐらい買っとこうか。ああ、佐渡ぎ、佐渡石見銀山。ちょっと物足りないな。伊勢物語ぐらい買っとくか。
はい。ということで、今どういう能力なんだ？現実は4なんだよな。誰？九太夫、豊後水軍。まあ、武力101って恐ろしいな。なんかすごいものが持ってる。次なんか絶対しちゃダメだな。岡部さんだ。誰？木下さん。龍造寺か。ちょっと行ってみる？
マナージュも行ってみるか。小山さんか。龍造寺なんか多いな。造船所？まだ信用されてないみたいな。え？そんなことがあるのか。結構風に流される。おお、素晴らしい。
今フルなんだ。いないな、ほんと。水にはもう合ってるしな。別は分からん、誰か分からん。菅原城でバトルをやってる？菅佐竹とやってるんだ。了承人がいて、掘り直さか。庄屋はあるね。いや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 、違う違う。岡部だ。間違えた。山か。あ、くそ。船に乗り上がって。遠江の商人か。うん。もう間に合わないんで、本拠に帰還しましょう。戻ってきた。ギリギリ間に合ったってとこかな。三つ比では残念。
えないのか。さて、上出来か。まあ、アッパレとまではいかないよな、兵糧購入は。まあ、ないんだけどな。拠点調査行こう。なるほど、そうだったんだ。忍者は伊賀に行ってみるか。甲賀の方が仲良かったような気もするけどな。なんだっけ。すごいな。工作依頼だ。もちろん。はい。うん。ちょっと連兵場で調査しよう。あ。はい、あれか。あ、間違えた。二連区内。おお。出ましょう。本拠に。素晴らしい。あれ、一回だけいいって言われたらそれで終わり？
しいな、それも。あ、ハチフカさんじゃないですか。まあもう、馬の能力曲げた方がいいのかな。水軍は別に上がってはないんだよな、技能情報で見ても。何回も行かないとダメなんかな。あと貝も取りたいよな、そろそろ。そうか、ここにはないんだ。じゃあ、岡崎だったらあるんかな。誰？鳥居さん。消化はないな。消化があるとこって結構限られるのか。あとはどうなんだろう。あ、ここには機内があった。ドッキでも買っとこう。あ、ダメだ。でどこで買うんだっけ。なんかあかんな、仲間悪い。
お？あ、三本の矢の話か。あ、石卓か、ここだ。5つぐらい買っとこう。あと11日か。シャーガマ、あ、この絵とく。まずは人物情報を見てからやな。もう好みが古っ。カーストしてるかもしれない。まあ根拠に帰還だな。あ、石川和正じゃないの。仲間になってくれると嬉しいもんね。実際仲間なりましたからね。あの徳川裏切って。間に合わないや。今からじゃあ足利義雄に出てきたけど。まあ戻りましょう。もちろん応じます。じゃあ
貴重品で満金丹を、これで OK ということで、表情まであと11ですが、今回ここまでかな。3時間くらいなんかハマってやっちゃったけど、まあ武力上げることできたし、統率も上がったしね。えただ技能女王がそんなに上がってないんだよな。まあ、武士の勲功は文句なし上がった。勲功上がれば城主にはなることは可能かもしれない。まあでもその前になるべくあの織田を勢いを上げときたいとこですよね。はい、ということでここまでとなります。今回ツイッチで配信を行いました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please アーカイブ2日後20日ですね、21時頃に YouTube にアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube のチャンネル登録、動画の高評価をお願いいたします。My YouTube チャンネル、サブスクライブド&グッドボタン、Please。This live upload two days after my YouTube チャンネル。そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー。リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX My Account Visit and Follow Please and リポスト and グッドボタン Please ということで、太閤立志伝 5DX ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。